こんにちは、厚生労働省です。若い被害女性を支援するために、国はコラボなどの民間団体の協力を受けて活動を進めています。ところが、今、ネトウヨが組織的な妨害を仕掛け、我々は大変に困っております。小池百合は都知事でやりながら、この妨害に対して何の対策も取っていません。小池百合は、己自身がネトウヨで朝鮮に対する差別をする始末です。都知事には注意をしました。東京都警察はしっかりしなさい。たわけ、物目が、立て看板をここに貼っておきます。なんで黙るんすか？これ通らないですからね。説明してください。領収書ね。規約違反ですよね。あれ、使用書の規約違反なんですよね。ね、あのね、個人情報の保護って言ってるけど、ね。でカフェの利用者のためって言ってるけど、東京都にはちゃんと出す義務あるでしょ、領収書。ね。でもう不正分かってるんですよ。やってるんじゃないですよ。伊藤さん。伊藤さん、説明責任果たしてください。なんで逃げるんですか。なんで逃げるんですか。脅迫してませんよ。さっき警察にあしらわれてましたよね。ストーカーじゃないじゃんって言われてましたよね。警察にストーカーじゃないって言われてましたよね。ね、女の子のためじゃなくて自分の保身のためでしょ。やめてください。二藤さん、説明責任果たしてください。これ都民納得してないですよね。え、ね、税金僕らの税金使ってないですよ。さっき警察来たけどあしらわれてました。東京都の特命として新事業と結合の会計したコラボですよね。コラボですね。そんなストーカーでも何でもないし、あ、もうもしセキュリティが構ってくれないって。伊藤さん、警察行こう。伊藤さん、警察行こう。伊藤さん、逮捕されるから。伊藤さん、あなたやったことない。伊藤さん、さっき警察介入しました。伊藤さん、これ現状ですよ。今ね、助け求めた警察官とセキュリティ誰も構ってくれませんよね。それは新宿とかおかしいですね。いや、ニュースおかしいですよ。ストーカーやめてください。ストーカー攻撃してるんですよ。いや、説明責任果たしてくださいよ。ストーカーって俺たち恋愛目的じゃないんで。俺ストーカーじゃないから。恋愛目的じゃないから。説明責任を求めてます。説明してください。説明してくださいよ。ねえ、なんで領収書出さなかったんですか？国民に謝罪してください。